マリーミーは結城美久による日本の漫画作品を熊田凛香主演により朝日放送テレビで連続ドラマ化。少子高齢化社会と働かない若者増加の対策案として成立した独身の社会人とニートを結婚させる法律、通称ニート保護法。世間から取り残された人々を結婚で救おうという実験的な法案の施行に先立ち、国家公務員を被験者に試験的実施が水面下で始まる。被験者第1号、厚生労働省に勤務する秋安真は、ニート女性、沢本ひまりが住む家へと向かう。架空の法律、ニート保護法のもと、強制的に結婚することになったニートの女性と、エリート国家公務員が徐々に心を開き、家族になっていく、ほんわかキュンキュンなラブストーリーを描く